佐藤澄香です。今から1分でできる腰痛解消のストレッチをお伝えします。腰の痛み辛いですよね。そもそもそのなぜ腰の痛みが出るのか、その原因は実は足の付け根の股関節の動きが悪くなってきているのが大きな原因なんですね。なのでその動きが悪くなった股関節周りの筋肉を緩めてあげることが解決策なんです。はい、では今からあなたの足の付け根、股関節周りの硬さをチェックしていきましょう。ではゆっくりと体を右と左にねじっていきます。では右から、はい、逆に左です。いかがでしたか？行きにくいな、ねじりにくいな、なんかこちらが硬いなという方があったと思います。この状態を覚えておいてくださいね。はい、それでは今から4つの動きでご説明していきます。はい、それでは動きの1つ目です。右足を左足の外に膝を立てて置きます。そして左腕を右の太ももの横に当てて、右手はしっかりと床を押さえましょう。そしてぐっと上体を右にねじってストレッチしていきます。ここで15秒カウントしていきます。ではやっていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、そして動きの2つ目です。右の足を左の太ももに乗せます。右手で右膝をしっかり押さえた状態でおへそを床に近づけていきます。この時頭が下に下がらないように気をつけてくださいね。では一緒にやってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、それでは動きの3つ目です。次は左足を使っていきます。左足を右足の外に膝を立てて置きます。そして右腕を左太ももの外に置いて、ゆっくりと左に向かってねじっていきます。左手はしっかり床を捉えましょう。そしてねじってから15秒カウントしていきます。この時しっかりとこのお尻の筋肉が伸びているのを感じてください。では行きましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、それでは4つ目ですね。左足を右の太ももの上に置きましょう。そして左手は左膝の上に置いて、しっかりと押さえて、おへそを床に近づけるように上体を倒していきます。頭が下がらないように注意しましょう。では15秒カウントしていきます。この時この股関節、足の付け根の横、お尻の横の筋肉が伸びているのを意識してくださいね。では15秒いきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、それではストレッチをした後のあなたの足の付け根周りの筋肉の状態を見ていきましょう。ではゆっくりと
右と左にねじっていきます。ではまず右から、はい、反対左、はい、いかがでしたか？ストレッチをする前に比べてストレッチをした後の方がねじりやすかったと思います。このようにあなたの辛い腰の痛みの原因となっている股関節周りの筋肉を緩めてストレッチしてあげることで、あなたの辛い腰痛を解消していってくださいね。先ほどお伝えしました4つの動きを1セットとして1日に1から3セット楽しく続けていきましょう。そしてこの動画を繰り返しご覧いただいて、繰り返し実践していくことでますます腰の調子を良くしていってくださいね。この動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。